こんにちは。ワールドワイドに元アニメで萌え萌え水木ももかです。よろしくお願いします。本日はですね、こちら MS06 ザク2を作っていきたいと思います。どんな風になるでしょうか。それではももか、いきます。はい、今日のガンプラはザク2です。視聴者様からいただきました。ありがとうございます。のんびりゆっくりね、作っていましたら、なんと積みプラをしてしまい、今13個ぐらい積みプラしています。なのでね、視聴者様からいただいたこのザクもやっと作ることができました。お待たせいたしました。これからね、どん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 ガンプラの動画も作っていきますので、気長にお待ちください。それでは、おしゃべりガンプラ始まります。おしゃべりガンプラといってもね、ただ私がなんて言うんですか、グダ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 とね、おしゃべりしているだけなんですけれども、それでも少しでも楽しんでいただければなと思います。じゃあなぜこんなにも積みプラをねしてしまったのかと言いますと、まあ言い訳になってしまうのですが、まあ、ちょっとね、撮影だったり、お稽古だったり、ありがたいことにね、ちょっとずつお仕事をねさせていただいていまして、そしたら積みプラをしてしまったのです。でしかもですよ、自分でもね、買いに行きますので、いただいたものと自分で買ったものと、どん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 積み上げていったら、まあ13個ぐらいかな、積みプラをねしてしまったわけです。でもまあ少しずつ落ち着いてきたのでね、またのんびり上げていきたいと思います。で、ザクはですね、以前シャー専用のザクを作ったことあるんですけれども、量産型のね、この緑色のザクを作るのは初めてです。やっぱりね、2ヶ月ぐらいかな、ブランクがありますので、なかなか作るのに時間がかかっちゃいました。最初はまあこう見えてもね、まだまだ初心者ですが、結構ガンプラも作っていますので、サクサク作れるんじゃないかななんて思ってたのね。そしたら全然でした。全然です。やっぱね、2ヶ月ぐらい空くとまた一番最初に戻っちゃいますね。何が戻るかっていうとね、細かいパーツとか、まあ1G なんだけれども、雑というかね、雑になっちゃったんですよ。まあこの後ね、どんどん作っていくんですけども、まあ失敗してるんですよはい、そこはまたね、おいおい紹介したいと思います。今は、まあ、体の部分をね作っています。この体の部分は、まあ、特に言うほど間違いはなかったんだけれども、まあ細かいことを言うと、ここだけのお話で言うと、まあ、PCN と PCM を間違えてつけてるんですね。でもまあ中身だからいいかなと。でしかも出来上がったらそんなに遜色はなかったので、まあいいかなと思ってそのままにしてるんですけれども、 PC 中のこう動く可動域の動くこのゴムみたいなのが入ってるんですね。それが PC、まあ、M と N をちょっと間違えてつけちゃったなみたいな感じはします。今後気をつけたいと思います。ガンプラって性格が出ますよね。本当に性格が出る。ほんの2ヶ月前まではね、結構丁寧に作ってたんだけれども、久しぶりに作ったらまた元に戻っちゃいまして、雑な私に戻っていましたね。もじゃもじゃは結構ね、綺麗に切れてるんじゃないかなと思ったんだけど、出来上がりを見るともうちょっと処理できたなって思いますし、
あとね、今このね、なんだろう、ホースみたいなやつをねつけてるんだけども、そこもねシャア専用ザクを作った時はきちんとできてるのに、今回はちょっとね勘違いをしてて、なんて言うんだろう、腰の部分のベルトの部分にちょうどホースが来るようになるんだけど、私何を勘違いしたのか、スカートの中だと思ってしまってスカートの中に入れ込んでいたんですね。それは直しました。出来上がるまで気がつかなくて、まあ、そういうことですよ。久しぶりに作っちゃうと雑になるんですよ。だからね、性格が本当によくわかるので、私ってどんな性格なんだろうって思ったら、ガンプラをやればいい。ガンプラをやれば結構きちんと作り上げる律儀な性格なのか大雑把な性格なのかがわかると思います。私はね、ガンプラを作る前までは、まあ、結構ね几帳面でまあまあ細かいんじゃないかなと思ってたんだけれども、どうやらそれは素敵な勘違いでした。かなりの雑な女でしたね。はい。なのでまた丁寧に丁寧に丁寧に作ってね、本当に小綺麗な几帳面な素敵な女になりたいと思います。あ、頭ができました。はい、この頭もね、実はね今日は本当に間違えているんですよ。よく頭もね、今できたんだけども、完成した後にまた作り直してるんですよ。実は頭は後ろの部分のホースがかっちりはまってなかったんですね。今作ってるんだけど、あ、これは腕ですね。作ってる時にこうカチッてはまってなくて、それも完成した後にちょっと気づいちゃったんで、後日っていうか、その動画の後に出来上がりのね動画を流すんですけども、その時には治っています。その時には治っていますので、今この時点では気づいていないという、かなり致命的な私なんですよ。はい。それでもこの時はやっぱ2ヶ月ぶりだけど、今までねもう10個以上作ってるので、私もかなりのベテランになってきたわなんて勘違いしてるんですよ。素敵な勘違いをかましているので、はい、ダメですね。はい、腕をね今作っております。で、この腕もですね、また間違ってるんですよどんだけ間違ってるんだっていう、言い訳ばっかりなんですけどね、今回のおしゃべりガンプラ言い訳が多いんですけども、はい、この腕の部分は中がねちょっと PC がねちょっとつけるとこ間違えちゃったのかな、とにかくかなり浮いてて、でそれも気づいてたんですよ。作ってる最中に気づいていたから、一回外して、でまたつけ直して、あ、違う、やっぱり浮くなと思ってまた外して付け直したりしてたら折れちゃったんです。はい。なので大変だっていうことになって、まあ最終的には接着剤で、で折れた部分はね、ちょっとニッパーで少し削ってはめやすくっていうか、はまらないんですけどね、折れてるからちょっと浮いちゃうので、綺麗にカチャっていくようにニッパーで処理をしてボンドでくっつけました。なので腕もね苦戦してるんですよ。実はなんでこんなに間違えちゃってるのっていうぐらいね。でも絶対綺麗に完成させたいっていう気持ちはねあるので、はい、投げ出さないで、はい、こうしっかりと最後までね作り直してボンドでくっつけて、さらにホースも綺麗にね輪っかにはまるようにして作ってますので、今この時点でちょっと浮いてたりとかするんですけども、ご安心ください。はい、今ね腕ができました。はい、やっとです。やっと
1時間ぐらいかかったかな。はい、こちらねボディ作ることができました。まあ、こんな感じでねスカートを履かせてて、ここホースみたいなのがあって、はい、ザクですね、ザク2。そして頭、顔の部分もねできました。こんな感じです。一回このね、目ん玉というか、この丸いピンクの部分がずれてたので貼り直しました。そして腕です。ちょっと腕時間かかりましたが、はい、ここなんか綺麗にはめて綺麗にはめれてないので、ちょっと直したいと思います。腕もねこういう感じでできましたので、ここはもうちょっとカチッっていきたい。カチッって、多分ずれてるんだと思います。それでは後半戦いきまーす。はい、やっとね右腕できまして、さっきの動画でもね言ってたんだけど、間違っているのでしっかり直しました。せっかくねこのかっこいい量産型ザクをねいただいたので、やっぱり完璧に、私なりに完璧に仕上げたいと思ってますので、ご安心ください。今いっぱい間違えてますけどね。で、今左腕の方をね作ってます。このショルダースパイクアーマーっていうのかな、このボコボコっとしたやつが左腕なので、今ねそれを作っています。この時にね気づいたんですよ。何がと言いますと PC ですね。先ほど冒頭にも言いました、あれ PC は今動画でもね多分固まってると思うんだけど、あれあれないなみたいな感じで、今すっごい悩んでます。これ倍速でお届けしてるんだけども、止まってるってことは相当悩んでいるっていうことなんですよ。これがね PCM と N をね間違えちゃったなっていう、まあでも問題なく動くので、これはこれでよしと私はしました。次回はねもっと気をつけたいなと思います。はい、それで今ねボディくっつけて形になってきました。で、次は足です。足です。足はね比較的間違ってないんじゃないかなと思います。作ってる最中はねもうほんと楽しくて、ふふふふみたいな感じでもうね鼻歌ねしながらもふふふって感じで作ってるんだけど、やっぱこう後々出来上がりを眺めてるとアラが見えるというかね、あれこれできてないなみたいな感じなんだよね。作ってる最中はね完璧だなぁと思ってるんだけどね、実はこの足も間違えているんですよ。どこがと言いますと、間違えてるっていうよりかはパーツをね付け忘れてたんです。最後いつもねおしゃべりガンプラは、ま、完成しましたという形で動画をね流させていただいてるんだけども、まあ、完成しましたの時に、まあ、足の膝の部分のねなんかこう黒い当ててるやつがあるんですよ。それつけ忘れているんです。がしかしこれまた眺めてると気づいたので、動画の本当の本当の本当の最後の時はちゃんとしっかり足のね膝の部分の黒いところもしっかりはめてます。この作っている制作過程の時にね付け忘れてたんですね。完璧だとか思ってたんだけどね、思いのほかねこの三連装のミサイルポットっていうのがあって、これがね思いのほか私悩んでまして、右と左がとにかく苦手で、作ったのはいいんだけど両方ともなんか右足につけるような形で作ってしまって、でまた一回取ってで作り直して、で右と左っていうそっちの方にね結構頭を使ってたからね、膝当てのことすっかり忘れてましたという言い訳ですはい、すみません、ほんとねいろいろでもほんとね勉強になります。次ザク作るときはもう完璧なんじゃないかなと、意
外とたくさん作ってると思ってたけど、シャアのねザクも1個しか作ってなくて、あ、透明のザクも1個作ったかな。このね緑の量産型は初めてなので、で2ヶ月ぶりというね穴が見えますね。マスターになっていきたいと思いますので、はい、しっかりと作っていきたいと思いますね。いただいた方にもね感謝の気持ちを忘れずにしっかり作っていきたいと思います。はい、今ねちょうど足、右足の部分がね完成したと思います。この時にねもうほらできたと思ってるけど、あれ三連装ミサイルポットがちょっと違うみたいな感じです。はい、でね倍速なので右足と左足完成しました。はい、あとはですねボディにくっつけるだけです。ちょっと慎重になってますね。慎重に慎重に今ねくっつけております。それではその後また直すんですけども、とりあえず今作っているねこのザクさん、ちょっと足の膝の方のね膝当てもないんですけれども完成してますので、まずはひとまずは完成です。ありがとうございます。はい、完成しました。こんな感じになりました。どうでしょうか。ザクかっこいいですね。でね、作った感想としては久しぶりにガンプラ作りまして、間違ったり実はですねここ折れちゃってるんですよ。なのでね、後で接着剤つけて固定しなきゃなと思ってるんですけども、久しぶりすぎて感覚が戻るまでね時間がかかりました。で、可動域は結構ありますね。ここがなんか前に来てるけど本体横です。で、こう足わーってこう広げたりね、今はもうね銃持たせてるんですけれども、まあいろいろポーズもねできるのでいいんじゃないかなと思います。はい、やっとできました。初のザク2いかがでしたか。楽しんでいただければ嬉しいです。それではバイバーイ。桃&サルリー。